かないで。叩かないで。よし。早っ。歯なんですけれども、ちょっと氷ついてますけど、歯も交換しました。というのはですね、去年サロマ別川に地下釣り行った時ですね。その時にちょっと穴開けて、浅かったんですね。で、地面をやってしまいまして、それで切れなくなってしまいました。で、某大手釣り具店に行ったところ、純正がなかったんで、って聞いたところ、合うけど純正をおすすめしますと言ってました。でもね、十分です。これ買いました。プロックスのやつですね。で、軸もそこそこ太くて、で、ここにね、抜けないようにちょっと段差みたいについてます。で、結構長いんで、万が一ドリルから外れても、穴開いててもドリルが落下してしまうことはないですね。僕は短いのを買いました。延長のパイプはなんか家にあるパイプで作りたいと思います。まあそこまでね、氷厚くなる頃に行くかどうかもちょっと微妙ではあるんですけれども、結局これ買っちゃいました。型番は DF458D。 仕事でも使えるかなと思ったんですけど、仕事でね、あんまりね、こんな大きいドリル使う機会がほぼほぼありません。なので、ワカサギ専用ドリルになっちゃってますね。すごく力がありますので、熱い氷でも全然楽勝です。中華製とかの同じぐらいのトルク値で売ってるようなものがあると思うんですけれども、まあ正直ほんとね、全然比べ物にならないぐらいの力がこういったブランドものにはあります。で、何が大事かっていうと、ドリルも大事なんですけれども、本体も大事なんですけれども、一番大事なのが電池ですね。バッテリーが互換バッテリーだと煙出ます。なので、バッテリーこそ本当純正のものをおすすめします。まあ互換でもいいものもあるのかもしれないですけど、それにたどり着くまでいろいろ買うよりはちょっと高いですけど、正規のマキタのバッテリーを買うと一発で問題なしで使えると思います。まあ10発ぐらい一気に開けてもね、全然問題ないし、この通り一目盛りも減ってません。容量にもよると思いますけど、もう数年前の動画で安いドリルいいですよって言ったんですけど、やっぱりね、ちゃんとしたドリルだと安心感があります。